これ大問題です、ね、魔法使いかっこして30代童貞って書いてますからね。波動拳。皆さんこんにちは、日本研究する YouTuber 岡本良樹です。今日はですね、第1回のボードゲームドラゴン探偵団ですね、映画上がってきた、デザインが上がってきたので、そちらの、チェックをしてみたいと思います。はい、今日も明るいのでこれはパッケージのデザイン、はい、いいよね。いいね。ドラゴン探偵団三丁目の奇跡、どこからパクってきたのかというところがあるんです。掘れないよね。プレイヤーカード縦がいいか横でいいかを悩んでるんですね。今日決めちゃいましょう。僕横の方が見やすいなと思ってたんやけど、サイコロの数とかが5で切ってないとわからないんですよね。10って6とか7とかってとっさに分かりにくいかなと思って、こっちの方が分かりやすいんだけど、デザインはこっちがいいよねと思ってるっていうことです。そうですね。僕はこっちの方がいいかな。デザインはこっちがいいよね。2列になってると、はい、僕は数えやすいだけで。じゃあ、行きますか。横型で、はい。横型でいきましょう。はい、勇者。いいよね。いいよね。はい。これ大問題。魔法使い。かっこして30代童貞って書いてますからね。そういう言い方するよね。確かに確かにする。魔法使いですねって言い方するんだけど、 OK です。商人、ラーメン屋の親父じゃない。ただたまに運んでるだけの、まあ、もちろん OK です。このヤーオーヤーがいいんでね。そうですね。チームただの近所の泥棒じゃねえか。これちょっと顔の感じがボドゲマン似てますね。そうですか。どうですかボドゲマン、はい、ちょっと似てると思う。ボドゲマン寄せてきたかな。武道家2種類あるそうです。はい、武道家、確かに武道家ではあるんですね。歴史と武道家柔道三段。ガミさんじゃねえか。でも、まあ、せっかくなんでね、カード2枚入れときますか。どっちかが特定になるほど。じゃあこっちを特定にしますか。ね、ガミさんをなかなかもらえない。じゃこちらを特定したいですね。どういう遊び人。パチンコ屋にいる親父っていう確かな遊び人ですけど、いいなんですよね。この三段片っぽ抜いてるとか頭が落ちてるとかたまんないよね。そうですね。パチンコ行ってる人タバコ吸ってるイメージがありますもんね。そうですね。そうよ、重いね。いいですね。ただの寺の住所勘弁って言いました。ちなみにですね、一箇所だけ気になったんですけど、この線はですね、この袖の下にあるはずなんですよね。肩にこうかけてるんですけど、ここじゃないかと。どうですか。確かに、なんかこっち側にあるものがないんですかっていうのをちょっと調べてくださいっていう。はい、これはもう完全な驚きですね。この直行しましたもん、逆に肌の露出が大きすぎて。すごいよ、フラダンスのおばさん。いやん、これ使いたくない。まあでもいいですね、踊り子だよね。うちの母親もフラダンスやってましたから、自分のこと踊り子って言ってました。いや、仙人になります。近所のおじいちゃん、いねえよ、このおじいちゃんな、近所のおじいちゃん。なかなかいないですね。まあでも、いいんじゃないですかね。近所のおじいちゃん、かわいいです。アーサーか、水拳自体の、近所の飲んだくれ、あるじゃないですか、飲んだくれ。水拳感は出てる。いいんじゃないですかね。というわけで、イラストのチェックとデザインチェックは終わりましたが、全部 OK ということで、よろしくお願いします。はいはい、ありがとうございます。というわけで、今日はここまでになります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。